米大リーグのエンゼルス、大谷翔平投手は投げて15勝、打って34本塁打という成績で歴史的な二刀流シーズンを締めくくった。米国のスペイン越しはア・リーグ MVP を争うヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の活躍を称賛する一方で、この日本人の方が1890年以降成し遂げられ勝った記録をはるかに達成した、と絶賛。来季終了後に FA を迎える去就問題については、ヤンキースやドジャースというビッグクラブが切望、と報じた。1926年創刊の米国のスペイン語地元紙、ラ・オピニオンは来季年俸3000万ドル、約44億円でエンゼルスと同意に達している大谷について特集。来季終了後に FA となる二刀流の行方を、ヤンキース、ドジャースというビッグクラブに加え、他球団も切望すると争奪戦を早くも予想した。一方で、白熱の MVP 争いにも注目。大谷は2年連続でア・リーグ MVP に突き進んでいるが、今回はベーブ・ルースとロジャー・マリスを抜いてホームランキングとなったアーロン・ジャッジと争うことになる、とした上で、しかし、この日本人の方が1890年のメジャーリーグ創設以来、誰も見たことのない記録をはるかに達成した、と指摘した。ア・リーグ史上最多62本塁打を放ったジャッジ以上に規定打席と規定投球回のダブル到達など前例のない成績を残したことを強調。そして、MVP が発表されるまでこの議論は続くだろう。もしかすると、発表後も続くかもしれない、とジャッジ派と大谷派の論争はけんけんごうごうの展開になる分析した。